Thank you.
バトラーが来た時には私は頭を半分ぶちまけた死体だよ。正直にそのダメだった。ありゃ即死だ。
あ、な、なんだこりゃ。くっしょ。ぶち壊してやれ。その道具を探そう。
体がないだけで犯人扱い。疑わしきは白だとこざいたのに誰だったの。よかろう。カノンに全ての犯行を押し付けて人間犯人説にされてはかなわない。わらわが赤にと保証する。カノンは死亡している。キリエたち5人の中で一番最初に死亡した。つまり9人目の犠牲者というわけ。死体がない以上カノン君が死亡していると断言できない。わらわが赤でささやいたところ、駒であるそなたには届かない。だがそなたには届いた。もう俺はただの食欲魔人なんだぜ。俺だけ生き残らせるつもりかよ。とっとと姿を現して殺しに来いってんだ。もう面倒だからこっちからは探さねえぞ。そっちから正体を見せやがれってんだ。俺は逃げも隠れもしねえぞ。矢でも鉄砲でも持ってきやがれ。ようやく姿を現しやがったな。丸一日退屈させられてたところだぞ。そうだ、丸一日を与えた。人間側の権利行使は十分だ。ああ、退屈だったんでな、存分にやらせてもらったぜ。エンジェは良い子まであったな。エンジェの名はお前が口にするんじゃねえ。あれは奇跡によって現れ、自らを生贄にした。
そなたに絶対の勝利の執念を。エンゼの名を口にするな。あの無残な死はそなたにとって必要なものだ。あの死を見ない。そなたは本気にならず、エンゼの幸薄き未来を自覚しなければ、そなたに勝利の執念は生まれる。エンゼの名を口にするなと言っている。つまり必要な生贄だったというわけ。そうでなくてはそなたにわらわを殺すほどの怒りは生まれる。わらわとそなたの亀甲が崩す。ベルンカステル卿、これは駒ではないわ。切り札と呼ぶがふさわしい。駒はどれほど活躍しようか、盤上を離れることは。しかし切り札、どんな力を発揮しようか、切れば確実に捨てられる。エンゼル、そなたにとって実によき切り札だった。エンゼの名を口にするんじゃな。俺はな、こんなところで遊んでる暇はもう一切ねえんだ。引き分けすらエンジンを待たせてる。俺はな、お前を打ち破り家族を連れて家に帰るんだよ。てめえと魔女ごっこで遊んでる暇は一秒たりともありはしない。ならどうすればよい。分かってる。ああ、お前をぶっ倒す。魔女も魔法も幻想も妄想も全て俺がぶっ飛ばす。さあ追っ始めようぜ。もう二度とごまかさせない。ゲーム再開だぜ。お前という嘘っぱちを追う魔女のベールを俺が引き裂いてやる。長いわ。素直に一言、わらわを殺してやると言えばよい。ああ、その言葉をお望みなら言ってやるさ。俺が聞いてやる。お前の望みで最初で最後のものだ。感謝する。お前を殺す。ならばよし、始めようぞバトラ。さあ魔女狩りの時間だ。わらわを追ってみろ、追い詰めてみろ、殺してみろ。わらわはそなたに期待している。妹の最後がそなたに何を与えたのか、それをわらわに見せてみよ。上等だ。先手はどちらから。俺だ。潔し。俺の青き真実で全てをうがつ。全て一番最初から、一番最初のゲームから始めるぜ。よかろう。そなたのお手並みを拝見しよう。来い。行くぜ。すでに宣言済みだが、もう一度言う。こいつは前回のゲームの南條先生の殺人だけじゃないぜ。一番最初からだ。あらゆるゲームのあらゆる場面を切り裂ける。後宮金蔵はすでに死亡している。よって島の本当の人数は17人。そこに未知の人物 X が加わることで18人となっている。この人物 X の存在の過程によって17人全員にアリバイがあっても犯行は可能になる。これにより人間の数18人を満たしつつ、にもかかわらず
技研18人全員にアリバイがあっても犯人 X の存在と犯行は可能になる。悪くない。だがまだまだわらわは否定されてはおらぬ、殺されてはおらぬ。この程度では足りぬ。続くゲームではそれだけで説明できる謎がある。どの謎だ。第2のゲームの終盤でジョージがゴーダとシャノンを引き継ぎ夏日の部屋に立てこもり殺された。夏日の部屋を解錠した鍵は室内に閉じ込められ、残る全ての解錠可能な鍵はローザの手にある。犯人 X が存在しようと密室構築は不可能だ。いいや、俺の青き真実は揺るがない。犯人 X がマスターキーを入手していればあれは密室でも何でもないんだ。いいや、入手は不可能だ。マスターキー全てはローザが管理した。だがローザおばさんが共犯であったなら何の意味もない。ローザおばさんは犯人 X に何らかの方法で鍵を渡し密室殺人を幇助した。そしてその後同様の方法で鍵を回収したんだ。甘いぜベアート。こんなのは当時の俺もすでに推理している。そうであったな。うわっ。続けたい。第3のゲームだ。6連結の連鎖密室。ローザおばさんとマリアの殺人、親父たちのホールでの死亡、クラウスおじさんと夏日おばさんの殺人、その全てはエヴァおばさんを犯人に仮定することで説明可能だ。これは当時すでに論破済み。それに対しお前がエヴァを通して出題してきた最後の難題、南條先生殺し、18人目の未知の人物 X で説明可能。これで第3のゲームまで全て打ち破ったぞ。反論はあるか。無論この程度答えはせぬわ。ならばゲストハウスからのジョージの失踪はどう説明するというのか。赤き真実を追加しよう。ジョージはゲストハウスの階段を降りてはおらぬ。窓から飛び去ったのだ。
だからなんだ、お前の言葉通りだぞ。窓から飛び去ったんだろ。下へ飛び降りても芝生じゃわからないし、あの大雨多少の痕跡なんて消えちまう。赤き真実を繰り返す。外部へ通ずる窓も扉も全て内側より施錠されていたぞ。しかもそれらの施錠は全て外側からは不可能。ジョージには施錠する術はない。青き真実を繰り返す。当時の俺も言っているぞ。ならばジョージの兄貴が窓より脱出後、誰かがそれを施錠すればいい。何も難しいことはない。第3のゲームまでの全てにおいて青き真実は未だ揺るがない。ならばお前が魔女であることを証明する唯一のゲームは今回の第4のゲームだけってことになる。わらわが赤き真実にて反撃していない以上、そういうことになる。この度のゲームでのみ魔女を証明せねばなりません。よかった、存分に来るがよ。食堂の6人殺しについて不審な点はない。18人目の X が銃を乱射してみんなを殺した。落とし穴については実際に落とし穴が本当に隠されていた可能性もあるし、キリエさんの仮説である瞬時に混沌させる毒矢の発射装置 X の過程でも説明可能。ジョージの兄貴ジェシカ、そして地下牢から脱出したメンバーの殺害も食堂と同じで銃によるもの。不審な点はない。だが分かってるぜ、反撃があるんだろ。来いよ。そなたの最大の刃である18人目の X を金蔵がすでに死んでいるとの仮説に立脚している。そう来ることはわらわも分かっている。だから金蔵を書斎より出した。その金蔵を親族会議の全員が迎えたぞ。親族会議に居合わせた全員が金蔵の存在を認めた。そうだな。だが爺様はずっと視線をさまよって寝込んでいた重病人ってことになってるぜ。やつれてて別人に見えちまってもみんな気にしないかもな。俺は後悔す。そのじいさまは別人の替え玉だ。親族たちがじいさまと見間違えた別人だ。ならばわらわは後悔す。すべての人物は後ろ宮金蔵を見間違わない。いかなる変装であったとしても後ろ宮金蔵を見間違わない。ならば後悔す。お前は第一のゲーム時では5本以上存在することになっていたマスターキーの本数を第二のゲーム時に赤き真実で5本と宣言することで以後のゲームの設定変更を行っている。同じことで第四のゲームにおいて金蔵の生死の設定が変更されている可能性がある。よって第四のゲームの金蔵の存在をもってそれ以前のゲームでの金蔵の存在を証明することにはならない。よって食堂での6人殺しはじいさまが自ら執行したと仮定しても何の矛盾も生じない。ならばこう返そう。4つのゲーム開始時の金蔵の性質設定は全て同一である。第4のゲームのみ設定が異なることはない。復唱要求。各ゲームの開始時に金蔵は生存している。復唱拒否。
答えぬよ、バト。わらわはそなたに望まれて赤き真実を答えはせぬ。くそ、ジジイめ。俺の前に立ちふさがりやがれ。我が最愛の魔女ベアトリーチェを守るために体を張ってやがるってのか。バトラーよ、お前にこのわしが超えられるかな。至らせぬ、至らせはせぬよ。黄金の魔女の高みにはな。お前の浅はかな推理など私一人を超えることもできぬわ。死ね。一息に飲み込んでくれるわ。消え去れ、未熟者め。黙りな、心臓内の亡霊め。ほう、わしを亡霊呼ばわりしてみせるか。あくまでもわしはすでに死んでおるとする仮説を貫くか。それがお前の命取りよ。第4のゲームの第1の番にて闇に飲み込まれて消え去るがよい。ありがとうよ、ベアトリーチェ。お前の第3のゲーム、俺の反撃の足がかりとなる。何？アバよ、クソジジイ、こいつでお別れだぜ。俺は金蔵死亡説が第4のゲームでも主張できる根拠として以下の仮説を提唱する。よかろう、存分に来るがよい。我が末裔よ。行くぜ、クソジジイ。金蔵の名は後宮家当主の称号として引き継がれているという仮説だ。後宮金蔵はすでに死んでいる。そしてその名を誰かが継承した。全員が承認した。それにより親族会議に居合わせた全員が金蔵の存在を認めた。爺様の変装をする必要さえもないのさ。一同が新しい金蔵を認めたのだから。よって見間違えるわけもない。以上の仮説が否定されない限り、お前が死んでいるという事実は変わらない。これでとどめだぜ、クソジジイ。お前に復讐要求だ。全人物の中で異なる複数の名前を持つ人物は存在しない。できな。安らかに眠りな、クソジジイ。感謝しろよ。お前やっと死ねたんだぜ。こいつが引導だ。食らってくたばりな。後宮金蔵はすでに死亡している。そうさ、あんたは気の毒だよな。その死体が見つかる場合いつも丸焼けだ。それは死後が経過している死体であることを悟られないための工作なのさ。そしてその名を誰かが受け継いだ。以上の仮説でてめえは死亡しているにもかかわらず、金蔵は親族会議に登場することができる。
どうだよ、これだ、チェックメイトだ。恨むな、死者は眠らせろ、起こすな、次こそはお前だぞ、これでお前も最後だ。お前には随分と付き合ったぜ、お前の遊び相手としての義理は十分果たしたはずだ。だがそろそろお片付けの時間だぜ。家で寂しがり屋の妹が待ってるんだ。家族揃っておいとまさせてもらうぜ。ならば殺せ、ならばわらわを殺してみせよ。逃げも隠れもせぬ、今や避けることもかなわぬ。来い、後ろ宮バトル。おう、金蔵死亡説による18人目の X により残り全てを貫く。第4のゲームにおけるジョージの兄貴とジェシカの死も X が犯人で説明できる。地下牢から逃げて殺された5人も、園芸倉庫の2人も、最後のマリアも、全て18人目の X で説明できる。何もおかしなことはない。以上にて全てのゲームにおける犯人の説明を人間にて完了する。ベアトリーチェ、これでチェックメイトだ。これが抜けなきゃ死んでしまう。これが最後の反撃。ならバトラー、我が魔法の数々をどう説明するのか。一番最初に登場したのは第二のゲームにおいて、わらわがマリアのカボチャのマシュマロを直してやった時だ。この時ローザはその魔法を確かに目撃している。
ローザ一人の目撃では信憑性がないであろう。だからわらわはその目撃者を極限まで増やしたのだ。それこそが今回のゲームよ。我が眷属たちの召喚、そして魔法による虐殺、それらのすべてを大勢の人間たちに目撃させた。それこそが我が魔法の存在する証明。これをどう説明するのか。後ろ宮バトラー、ステイルメイト。魔法があるから魔法はある、そういう論法にはできないってのが俺たちのブラウン管裁判のルールのはずだぜ。誰が何人魔法を目撃しようとも、それは魔法の存在の証明にはならない。俺はお前が見せてきた全ての魔法の存在するしないのいかんに関わらず、その全てを無視して人間で説明することができる。それは俺の不可侵の権利である。違ったか。やはり抜けぬか。わらわは無理かもしれぬ。分かっている。もとより価値のなきゲームだったのだ。なればいつか敗れる日が来るのは当然のこと。わらわはバトラに敗れるためだけに今日までを戦ってきたというのか。勝てるかもしれないと始めたゲームだった。簡単には勝てなくても、無限に繰り返すゲームの中でいつかは奇跡が起こると信じてた。何しろわらわには絶対に勝つという絶対の意志がある。しかし今やその奇跡は完全に失われた。そして絶対の意志はバトラに宿り、私には万一の奇跡も絶対にない。いや、奇跡も絶対もないが正しいのか。勝利はなく、引き分けによる終了もない。唯一許された決着、敗北を与えられるまで延々と抗うだけのゲーム。そうさ、私はバトラに殺されるためだけに戦っている。前回のゲームは面白かったな。ちょっと騙しただけだったけど、ほんのわずかの間だけでも分かり合えたような感じになって、面白かったな。そうだよ、あそこで手を打っておけばよかったんだよ。バトラがコロッと騙されたまま永遠に騙し続けてればよかったんだ。でも、ダ
メなんだよな。あれじゃ本当の勝ちじゃないんだよな。これでチェックメイトか、ベアトリーチェ。終わりなのか、ベアト。グーの根も出ぬわ。まだだろ、お前はこの程度で終わる女じゃねえだろ。無茶を言う。この姿がどう見たら終わっていないように見えるのか。早くとどめを刺せよ。前よ、お前の青き真実で。以上により魔女は存在しないって言っちまえよ。その一撃で私の息の根を止めてしまえ。ダメだな。ほう、わらわにこれ以上生き恥を晒せというのか。すでに決着はついておろうに。立てよ、俺たちの殴り合いはまだ終わってない。まだとな。お前のそれは負けじゃない。もうやめたと投了しているだけだ。いいではないかよ、投了で。それでそなたの勝ちだろうが。とっとと妹のところへ帰るがいい。わらわなどこの場に打ち捨てていけ。俺は言ったはずだ、逃げない。そしてお前を逃がさないとな。お前は何者だ。そして一体何が望みだったんだ。それが知りたくば、そなたのお箱でも試せばよい。いいではないか、ただの妄想幻想。それでいいではないか。全然ダメだぜ。俺はお前を逃がさない。俺はお前を打ち破る。このまま逃がしてなるもんか。お前をうやむやにしたまま幻想の暗闇に逃げ帰らせはしない。打ち破る、完全にな。だから立て。弱々しいふりなんかするな。お前はまだなんてか隠してる。俺にはわかる。なぜおとなしく見逃してくれぬのか。親父を、おふくろを、そしてエンゼを、いとこのみんなや親族のみんなを、そして使用人のみんなを。お前はあれだけもてあそんで殺した、その非道を俺は絶対に忘れない。許さない。俺の肩にはよ、まだエンジェの腕の感触が残ってるんだよ。俺はお前の非道を許さない。だからそんなことで逃がさない。狼と羊のパズルどころか、これじゃ狼少年だな。どうすればいいんだよ、わらわは。どうすればいいんだよ。
負けを認めるためだけに無限に戦う。無限の魔女にふさわしく無限の拷問か。バトラに勝利を与えぬために、無限に嫌がらせを繰り返すのもまた無限の魔女なのか。悲しいな、こんなのが無限の魔法なのか。もう嫌だ、魔女たちに無限に玩具にされるなんて、もう嫌だ。勝ちはなく、引き分け終了もない。ならばわらわを解放してくれる結末は一つしかない。魔女の道に落ちた時から、悪魔と契約をしたその日から、末路は悲劇であると約束されていたではないか。どうした、黄金の魔女ベアトリーチェ。六軒島の支配者ならば、最後もそれにふさわしい貫禄を見せてみろ。愚か者め、そなたの健闘をたたえ、勝ちを譲ってやろうと思ったのに、慢心したな。後悔するぞ。それは譲られるものじゃない、お前から奪い取るものだ。お前だってそうだろうが。俺が魔女はいてもいいからなんて言い出せ、そんな甘っちょろい勝ち方が納得できなかったから、前回はわざとああして最後にぶっ壊してくれたんだろうが。そうさ、俺は前回お前に一度情けをもらってたんじゃねえか。だからその借りをこれで返す。立て、俺の仇、俺の黄金の魔女ビアトリーチェ。チャンスがあると思うな。まだ抜けてないぜ。18人目の X の青き真実が抜けていない。そなたの負傷要求の一つに応じる。そなたの推理通り、全ゲームの開始時に金蔵はすでに死んでいる。しかしならば、つまりは一人を抜かせばよいこと。わらわはこれまでこの島には19人以上の人間は存在しないと宣言してきた。それを金蔵の分一人減らす。この島には18人以上の人間は存在しない。以上、つまり18人目を含めるぞ。つまり18人目の X は存在しない。これは全ゲームに共通することである。やっぱりまだとんでもねえ奥の手を隠してやがったぜ。
17人しか人間のいない島が18人と偽られてきた。それが1人減って17人になり、ようやく正しい数になったってわけだ。これだ。お前をぶち抜いていたくさびが抜かれたな。戦いはゼロから仕切り直しってわけだ。バトラー、もう一度最初からだ。全てについて青き真実で打ち抜いてみよう。わらわももはや遊ばぬ。逃げもせぬ、隠れもせぬ。そなたが不甲斐ないならば、この勝負この場にて決着してくれよう。わらわの譲りし勝利にて妥協しなかったことを永遠に後悔させてくれる。さあ第一のゲームからだ。おう、第1のゲーム、第1の番からだ。最初の園芸倉庫で見つかった親族6人の殺人に不審な点はない。アリバイのない誰にでも犯行は可能だった。有効だ。続けるぞ。次のエヴァ夫婦の密室殺人はどう。チェーンまでかかった密室であった。赤き真実が罪と。二人は他殺である。密室構築後に片方を殺害の後に自殺したのではない。また殺人は執行者、犠牲者が共に同室して行われた。執行者が室外から殺害する手段は存在しない。犯人にはアリバイのない人間を想定する。それは死者だ。最初の6人の死体の中には顔面粉砕による身元不明死体が含まれる。これが実は偽装死体で、犠牲者のふりをして姿をくらました犯人 X が2人を殺したとの仮説は可能だ。そして犯人は密室殺人構築後ベッドの下に隠れ俺たち全員をやり過ごしたんだ。よかろう。次だ。ボイラー室に至ったカノンが殺されたの。赤き真実を追加。全ての生存者にアリバイがある。さらに死者も含めよう。つまり島のいかなる人間にも死者にもカノンは殺せなかった。誰にも殺せないなら自分で殺したということはあるかもな。ならカノン君は自殺かもしれない。苦笑要求。カノン君は自殺ではない。カノンは自殺ではない。重ねるぞ。復讐要求。カノン君は他殺された。復讐を拒否する。その拒否で他殺を認めることも可能だが、お前はすでに赤で誰にも殺せなかったと宣言して、つまり他殺ではないんだ。これは第3のゲームの連鎖密室と同じなのさ。カノン君は自殺でも他殺でもない理由で死亡したんだ。状況は不明だが事故死というわけさ。胸に杭がぶち込まれて死んでしまうような、どのようなドジを踏んで事故死に至ったかについての説明は悪魔の証明により説明拒否。悪魔の力を身につけたそなたは今や敵なしだ。有効である。ならばその後の客間にて源氏、南條、熊沢の3名の殺人はどう。無論同室していたマリアは殺していない。そしてもちろん3人は他殺だ。殺人を実行したのは身元不明死体で姿をくらました犯人 X で説明できる。そもそもあの3人の顔面も粉砕されていた。
どれかが替え玉死体の可能性は十分にある。身元不明死体について、その身元を全て保証する。すなわち替え玉トリックは存在しない。ならば相打ち殺人で説明できる。3人はそれぞれに銃を持って時計回りに突きつけ、同時に相手の顔面を吹き飛ばした。その後マリアがその銃を回収して隠した。これならどうだ。 なんという暴論。気に入った。ならば最後の夏日よ。赤き真実を追加。夏日は他殺である。身元不明死体は一切、製造者も全員がアリバイがある。トラップ X による間接殺人で説明できる。夏日おばさんの銃に細工がされてたんだ。あの銃は構えて撃った人間のちょうど眉間に弾をくれてやるように作られた罠の銃だったとすれば説明できる。夏日の額に埋まりし銃弾は夏日の銃から放たれたものではない。夏日おばさんは内容不明の手紙によりおびき出された可能性がある。そしてオールに呼び出された。そして特定の時刻に特定の場所に立つように強いられた。あらかじめ設置してあった銃を利用したトラップ X により殺害されたんだ。素晴らしい。そなたの暴論はもはや心地よくすらある。ゲーム第一のゲームをそなたに譲ろうと感服したわ。死ねえぜ。第2のゲームだ。行くぜ。まずは最初の事件だ。6人が殺された礼拝堂での密室殺人についてだ。当時の俺がすでにカンパしている。マリアの鍵を何者かが密かに拝借し、事件終了後に密かにマリアのカバンに戻したんだ。マリアの鍵はマリア受領後から翌日のローザ開封の瞬間まで誰の手にも渡っていない。ジジイの書斎と同じ構造で、礼拝堂の扉がオートロックだった可能性がある。つまり事件前に解錠しておいて、扉が閉まりきらないように石でも挟んでおいた。そして鍵をマリアに預けた。施錠はオートのため鍵は必要なかったとの仮説もあり得る。金蔵の書斎以外オートロックの扉は存在しない。扉は犠牲者たちが内側から閉めた。6人の中に犯人がいて、5人を殺し死んだふりをしていた。6人は発見時すでに全員死亡していた。全員が他殺だ。6人全員が純粋な犠牲者である。相互の殺人には関与しない。相打ち殺人は存在しない。熊沢さんをはじめ、当時アリバイがない人間が存在した。そんな誰かが6人を殺し内側に隠れていたと仮定すれば問題ない。間
の礼拝堂には誰も隠れていなかった。よってその引きこもり密室は通用しない。どうしたよ、後ろにはバートラー。それで終わりか。第2のゲームからも甘くないぜ。まだだぜ。ああ、ダメだ。全然ダメだ。俺のヘリクツは終わっちゃいねえぜ。ならばこれはどうだ。彼らに与えられた飲食物に小型爆弾が入っていて、腹の中で爆発した。つまりトラップ X による犯行の可能性。気づかずに飲み込んで腹をぶちまけるような爆弾の詳細については悪魔の証明、説明拒否。なんだよそりゃ、小型爆弾。笑いやがれ。文句があるのか。なし。その暴論や心地よし。次なるジェシカとカノンの密室は問題ない。使用人の誰かが犯人であればマスターキーを使える。密室ですらない。その後使用人室でカノンらしき謎の人物が襲いかかり、南城で熊沢が殺されたな。カノンの死亡はあの時刻以前に赤で宣言済みだ。ならばあのカノンは何者だというの。カノン君の死亡は赤で宣言済みならば生きているわけがない。よって襲われた彼らがカノン君と誤認するような何者かの変装の可能性がある。彼らは異なる人物。カノンと誤認することは絶対にない。ならば金蔵の名の世襲と同じにカノンの名が世襲された可能性がある。カノン君が殺され別の人物がその名を受け継ぎ彼らを襲ったと仮定できる。いいのか、続けていくぜ。第2のゲームの最後の殺人、夏日おばさんの部屋で死んだ3人についての青き真実は18人目の X を否定されても有効のはず。
赤で反論はあるか？なければ第二のゲームも俺のものだ。ああナイス。そのようなさまつで戦うのもつまらない。くれてやる。第二のゲームだぞ、貴様にくれてやるわ。痛えのか？痛い？いやいや、くすぐったいくらい。全身を細切れにされてクズ肉の山にされたお前の妹に比べればな、お前もクズ肉にしてやる。兄弟仲よ、混ぜて合いびきにしてくれるわ。ぶち殺してやる。お前も同じ細切れにしてやる。次だ、第3のゲームだ。いつまでへばってやがれ。てめえを地獄に叩き落としてやるのはこれからだ。これからよ。さあ第3のゲームを始めよう。まずは最初の6連結の連鎖密室。本来ならこの密室はそなたが当時にカンパしていた。しかしそなたは金蔵を殺してしまった。問題ない。ジジイ以外にも犯行可能な人間は大勢いる。親族会議中だった大人たちが全員グルで犯行に及んだとさえ言い切れる。マスターキー5本は全て5人の使用人の懐よりそれぞれ発見された。個別の鍵は死体の傍らの封筒の中。つまり連鎖密室に関わる全ての鍵が連鎖密室内に閉じ込められていたわけだ。ドアの隙間だの窓の隙間だの通気口だの、そんなところを使って密室外から鍵を戻すことなどできるぞ。なら毒ガスで殺したんだ。鍵は通らなくてもガスなら通るぜ。密室の外から殺人を実行したんだ。彼ら全員には致命傷となった銃創と思わしき傷跡があった。室外からの殺害は不可能だ。さらに赤を重ねようぞ。金蔵を除く5人の殺人の際、殺人者は必ず同室していた。自殺者がいないことは当時に赤で宣言済みだ。犯人は全員をそれぞれの部屋で殺害後、連鎖密室を構築した。しかし最後の部屋の鍵だけはどうしても密室内に戻せない。だが戻すことはできたぜ。死体の第一発見者が鍵を見つけたふりをして誰かの死体のポケットから取り出してみせればいいからだ。
たるというのか。いいぜ、それでもいいんだぜ。家族で仲良く大量殺人に手を染めて、決して落ちる血にまみれながらエンジェのところに帰れよ。それでこそ魔女の島からの生還者にお似合いだぜ。クズ肉エンジェにぴったりだ。黙りやがれ。てめえを殺せ。バラバラにして殺せ。命乞いの必要はないぜ。絶対にこの手で最悪の死を与えてやる。ああ、そなたならできるだろう。千年の残虐の限りを尽くしきったわらわにそれに見合う最後を与えてくれるだろう。ああ、それは痛いのか辛いのか、それともくすぐったいのかな。これくらいで答えるかよ。来いよ後ろ宮バトラー。まだ謎は残ってるぜ。ボロボロだ。虫の息ってやつだ。やだ、答えにこれくらい。言葉よりはいらねえようだな。容赦。元よりそのつもりもなかろう。存分に行くさ。そうすれば逆の立場だったとき、わらわは容赦しなかった。だからそなた、そのチャンスがあったのか、そうするべきであろう。じゃあ大人、また別の世界の孤独なエンジェを呼んで、今度は獅子を引きちぎって槍に刺して炙り焼きにしちまうぜ。黙れ。もう二度と俺の家族も親族も、そして使用人のみんなもお前のおもちゃにはさせねえぜ。俺はすでに第4のゲームの謎を全て青き真実で打ち破っている。残る謎は第3のゲームの一番最後、南條先生の殺人だけだぞ。おい、わらわ、もうそんなところまで追い詰められて。わらわも偶然の灯しげであるんだ。ということは、この南條先生殺しの謎だけだ。お前が魔女であることの最後の防衛線ってことになる。そうなる。これを破られた、わらわは全ての謎を破られ、そなたの真実を生きるか、新しく赤き真実で反論するか、追い詰められて偶然の灯火って感じには見えねえぞ。
まだ何か隠し玉を持っているから。さあ、どうかわらわの千年の長すぎる生涯の愛と、その国にやそなたという宝石主義生涯を閉じるのは悪くないと思い始めて。どなたならやれるよな。やってくれよ、殺してくれよ。殺してばっかりで殺された試しがねえんだよ。お前ら18人を幾百と殺しては来たけれど、殺された試しは一度もねえから、一回くらいは経験してみてんだよ。お前を哀れだと思わない。お前が俺たちの誰にも哀れまなかった容器。そうだ、お前らにゲームの駒だぜ。毎回毎回最初の6人は誰を殺そうかな、次の2人はどう殺そうかな、もっともっと黒い殺し方はねえかなって考えるのは最高に楽しいぜ。なあバトラーよ、少し改心するから今回も許してくれよ。そしたらさ、もうちょっとマシな殺し方に変えてやるから。確かに他の連中は死亡だったのさ。だが赤で死亡を宣言されたのは南條先生が死んだ瞬間ではない。厳密に言えば南條先生の死体が見つかった後の俺とエヴァの戦いにおいてだ。つまり南條先生を殺した時点では生きていた何者かが、エヴァの死亡宣言までの間に死亡していれば、その感激は拭えることになる。つまりはこういうことさ。エヴァの死亡宣言で初めて死亡とされた人物の中に犯人がいて、その人物は最初うまいこと死んだふりをして俺たちをやり過ごした。そして赤での死亡宣言がないまま俺たちには死んだと思い込ませた。
そして南條先生を殺し、その後に何かの理由で死んだ。そしてその後にエヴァが赤で死亡宣言を出す。以上の仮説でも南條先生の事件は説明できる。自業自得だぜ。お前が殺めてきた人々の痛みの一部を思い知れ。バトラー、頼むよ。見てよ、すげえ、見てよ。終わらせて、終わらせて。これでもまだ死ねねえんだよ。こんなにいてるのにまだ死ねねえんだよ。俺に何を求めやがる。終わらせて、この苦痛から解放して。どうすりゃいい。どうすればお前の痛みを終わらせられる。今からすべてを晒すから。それがわらわの心臓。心臓、どうしてWhat?
殺せるから、私の全て、心臓を潰して、後ろにはバトン。今から私が、あなたを殺します。それで？そしてたった今、この島にはあなた以外、誰もいません。この島で生きているのは、あなただけです。島の外の存在は、一切干渉できません。来いよ、お前の最後の謎、俺が受け取ってやる。この島、あなたはたった一人。そしてもちろん、私はあなたではない。なのに私は今ここにいて、これからあなたを殺します。南條先生殺しの謎の強化版ってわけか。それで？私は誰？それがお前の最後の出題なのか。私は誰？後ろの道は消え